彼女にエロ本が見つかってしまった。しかも洋物。カナさん、今日はテスト勉強しにいらしたのでしょう。何が勉強だし、どうせ千秋はこういうことばかり考えてたんでしょ。そんなこともないけど。そんなにしたければすればいいじゃない。そういうのはもっと段階踏んでからだろ。でも千秋、何もしようとしないじゃん。キスだってまだ。それはお前今そういう雰囲気を作る。小僧、怖いのか。我は千秋、誇り高き稽古と学ぶの子。ならば来い、その首噛みちぎってくれるわ。じゃあカナ、割と胸あるんだな。蝶も見たい。いいんだよな。よし、行くぞ。キスとかまだ。いや、ごめん、今のなし。気にしないで。いや、順番な、順番。みんなこういう時どうしてんの。でもとりあえずキスから。あ、俺の口臭くないかな。唇も荒れてるかも。つうか俺、汗とか大丈夫？今日履いてるパンツ何柄だっけ。あ、絵が出たらどうしようって。あ、乳首の毛抜いとけば。ごめん、うんこ。さっきうんこ言ったじゃん。何逃げようとしてんの。違うし、ちょっと準備をしてこようと。それにお前、こういうことは急いですることじゃないし、キスしたから恋人みたいなのとか、俺そういうの嫌いだし。カナさん、女の子が急に肌を晒すものではなくってよ。うるさいバカ千秋、私だって別にただキスがしたいとかじゃなくて、なんていうか、その、もっと一緒になりたいだけで。だからもっと千秋のことを知りたいし、私のことも知ってほしいの。カナ、こっち見た。大変。私のこと知ってほしいって。うるさい、エロ千秋、電気消して。一応言っとくけど、私そんなにスタイル良くないから。あと今日シャワー浴びてる時間なかったから、汗とか。でもさっきチラッと見た感じ、めっちゃ綺麗だったよ。バカ千秋、うんこ千秋、うんこ。でもこういうことする時の用意何もしてない。大丈夫だから。それは大丈夫じゃねえよ。俺ちょっと買ってくるから。違うの、今日家出てくる時にうちの母さんが持ってけって。おう、じゃあもう準備は OK ってことで。ねえ千秋。ん？好き。俺も好きだよ、かな。ねえ千秋、かなちゃんにお菓子。おっと、これは失敬。お茶菓子置いとくから、終わったら食べてね。お姉ちゃん、2階上がっちゃダメよ。ごめん。うん、うちも似たようなもんだから。まだ続きやれる？うん、大丈夫。ちゃんと否認してる？私の貸してあげる。かなちゃん！